ラスアニマス軍は、アメリカ合衆国のコロラド州で一番広い軍。2000年時点で、の人口は15,207人で、軍庁所在地はトリニガード。ラスアニマス軍という名は、アニマス側のメキシカンスペイン語での呼び名、リオデラスアニマスペルディダスから取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積12,368平方キロメートルである。 このうち12,361平方キロメートルが陸地で、7平方キロメートルが海や湖などの水域である。総面積のうち0.06%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ラスアニマス軍には15,207人、6,173世帯、および4092家族が暮らしている。 人口密度は1平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に7629件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人82.63%、黒人0.39%、先住民2.54%、アジア系0.37%、太平洋諸島系0.20%、 その他の人種10.03%及び根結3.83%で41.45%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ラスアニマス郡に住む6173世帯のうち28.80%は18歳未満の子供と暮らしており49.90%は夫婦で生活している。11.60%は 未婚の女性が接待種であり、33.70%は家族以外の住人と同居している。29.70%は特許で、全世帯の14.30%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は2.97人である。 軍の住民は24.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.90%、25歳以上44歳以下が24.00%、45歳以上64歳以下が25.90%、および65歳以上が18.00%となっている。平均年齢は41歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.80に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.70にいる。軍の世帯ごとの平均収入は28,273ベイドルで、家族ごとでは34,072ベイドルである。男性の27,182ベイドルに対して、女性は28,91ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は16,829米ドルである。総人口の17.30%、家族の14.00%は貧困線以下である。18歳未満の子供の20.00%、及び65歳以上の17.20%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。